岡久子の虹色車庫日和。皆様こんにちは。水曜日の14時だよね。14時になりました。花岡久子の虹色車庫日和、髪を切って、身も心も新たに、はい、また始めさせていただきたいと思いますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。自己紹介してくる。石川陽子です。今日は。お招きいただきありがとうございます。おねまき。はい、ずいぶん髪の毛切ってイメージが変わりました。はい、ね、かわいいです。いや、とってもかわいい。大丈夫なんかね。大丈夫、大丈夫というか、1週間、10日もまだ経ってないんだけど、1週間は経ったんですが、なんかちょっともうちょっとね、はい、ちゃんなんかセットがうまくいってな、ほらなんかこうそれは大丈夫ですよ。そう、美容院でね、来た時にお写真、はい、送っていただいたんでしたね。はい、はい、わあ、随分切ったなと思って、今日初めてお会いして、はい、本当短い。そうなんですよ、ね、でも、長い時にはなかったことで、はい、朝起きると実験が失敗した人みたいになってる、どんなですかなってんですよ。それだからなんかもうそれ見ると、うわっていつも鏡で思って、でどうするんですか。とりあえずなんかとりあえず濡らして、でもピーンってなってるから、はい、もうそのままいろいろ支度をして出かける前に一応セット今日もしたんですけど、はい、いやセットちゃんとなってます本当かいな、はい、ありがとうございます。いや、可愛いですよ。ありがとうございます。若くなりましたね。はい、はい、頑張ります久しぶりだよね、ゴゴちゃんね。そうですね、うん、いつ、お正月過ぎた頃に。あ、そう、あった、そんな感じ。あった、あれいつでしたっけ。忘れちゃったね。ねえ、うん、なんか来てくれましたけど、はい、久しぶりにヨコちゃんに来ていただきました。はい、元気だった。元気です。あんまり会わないので、はい、ねえ、そう、でも、はい、これからちょっとまた会いますね、いろいろね、はい、お願いします。後でお話しします。先にコメント読ませていただきます。はい、ゴンママさん、いつもありがとうございます。急に暑くなり、冬物の洗濯と片付けに追われております。わかる。ごっちゃごちゃになってます、私も。なんか冬物、うん、でも偉いよね、すぐちゃんとさ、ゴンママさん。分けて。ね、ね、冬物も、もう。片付けるってなんか、ま、今同居してる感じです。そうですね、だって難しくない、うん、なんかさ、昼間はね今こんな感じだけど、夜ちょっと風が強かったりすると寒い。何でしたっけ、フリースみたいな、うん、こう上着みたいな、うん、ああいうのをパジャマの上に羽織ったりしますよね、うんうんうん、してる、うん、あれはまだそうなの、なんかね、ますよね、まだ洗えずにいて、でも私、うん、寝るとき半袖になった。ああ、早っですか、うん。はい。それにフリース着てるっていう変な感じでやっております。そうなんですね。はい、うん。途中でした。はい。ここ数日、ほら、夜、寝苦しくて熟睡で、ね、そうなんですよ。寝苦しい。熟睡できませんでした。温度計を見たら室温が22。ちょっと高いか。うん、普通の掛け布団では暑くて寝られないの、眠れないのも当たり前。夏用の、早いな。夏用の肌掛け布団に変えたら熟睡できましたって。本当。でもまだなんか毛布外せずにいる。あ、そうですか。毛布外しました。外して布団一枚。あ、本当。じゃあ陽子ちゃんが外したから私も今日から外す。あ、でも日によってその布団の上に毛布をなるほどね、かけたりとか、ね、そう、難しい、難しいで、うん、急な温度変化で体調崩す方も多いとか、皆様ご自愛くださいませと、ゴンママさんくださいました。いつもありがとうございます。ゴンママさんもご自愛ください。はい、前田かすみさん、浜松のありがとうございます。久子さん、皆様こんにちは。こんにちは4月も中間を折り返しました。あ、え、今日は何日？今日17。わあ、うわ、そうなんですね。これを読ませていただいて気づく私たち。浜松は昨夜遅くから雨が降り出し、今朝は強い雷。
雷と雨の音で目が覚めました。昼間は暑いけれど夜は涼しく、毎年この時期は季節は着るものを考えてしまいます。そうですね、うん、で雨の話ですが、先日掛川市の辰尾神社に出かけた、龍に、尾っぽの辰尾神社に出かけた際にお会いした宮司さんのお話では、暦の辰の日に雨が降る確率が高いのだそう。うん、龍は水を司ると言われているだけに面白いですねって。そうですね、うん、暦を気にして辰の日は雨具を持ってお出かけになると良いかもしれません。なるほど、うん、それでは今月もありがとうございました。こちらこそです。月末かなり暑くなるそうですね。本当ですか。なんか来週暑いみたいですね。久子さん皆様ご自愛ください。かすみさんもご自愛くださいませ。ありがとうございます。どうする、暑くなるのがね。暑いのどうですか。私はダメじゃない。毎年毎年毎年、うん、もう今日とかでも暑いと思ってる実は。19度から21度ぐらいの間で過ごしたいんですよ。すごい幅がそうなので、狭くないですか。でも今日はさっき、あのスマホの温度計では21点何度ってなってたから、ちょうどいいですね。まあまあまあ、ちょうど今が割とちょうどいいのかな。21度まで、21度まで。そう。でもちょっと日差しが、あの強くなった感じがしています。そうですね。そうですね、懐かしい、はい、このゆるゆるっていう感じが。そうだったそうだったって今思いながら、陽子ちゃんと。大丈夫でしょうか。大丈夫ですよ、全然。紐がこっちにしよう、コードね。なんかね、ごめんな用意していただいて、世話がいけるんです。ありがとうございます。で、陽子ちゃんと、5月の12日に、ライブをさせていただきます。フライヤーの方お願いいたします。びっくりしないで皆さん。おお、これどうよっていう。すごい、陽子ちゃん指差してるよ。チケットのお申し込みは出演者まで、こんな感じで言ってます。これね、あのね、あの色違いのハッピーバースデーって書いた、メガネを、あれはどこだった、ダイソーだかドンキだかで私が見つけてきて、ね、それをみんなで撮ってますよ今年も、まあ、当たり前です、これちゃんとお願いしますよ、はい、もうあのさことちゃんの中では演出的に、あの、はい、これ必要だそうなので、はい、必ず忘れずにお持ちください。持ってきます、はい、でそのお写真がね、ちょうど、はい、多分お客様が撮って、この方向だとお客様が撮ってくださったんじゃないかな。終わった後に撮ったんだっけ。撮ったんだと思います。わざわざ、はい、記念写真。そうか、はい、そうだね、椅子に座ってるもんね。うん、うん、ですね、はい、でこれをちょっと、あの、フライヤーに使おう。フライヤーと、はい、なるとは思わなかった、はい、そうこれにさせていただき、でなんかね、あの前回のゲストでここに座ってくれたんだけれども、石津秀吾くんが涼しい顔してお友達って感じで、はい、そっとねえ、かっこいいですね。かっこいいですね、うん、うん、そうなんですよ。シャコリンとサコトさんがどっちがどっちか分かんないですね、うん、とてもメガネをしていると似てますかね。もともと似てますけど、いや、うん、私もね、ほんとほんとありがとうございます。私もお友達に見せたら、うん、あら花岡さんが2人みたいに本当言ってた人いました。あ、そうなんだ、うん、でもね髪短くしたので区別がつきますつきますね。そうでもなんかさことちゃんは、うん、あと何年かしたら刈り上げるんだって、私が刈り上げなくてもよくないって言ったんだけど、いやなんかお友達で刈り上げてる方がいらして、でいろんなウィッグを持ってるんだって。それでそれをすごく楽しんでる方がいらっしゃるから、あのそれをやってみたいのって言ってた。なるほど、うん、舞台とかねやってる方は。そうですね、短いといろいろまたね、そうつけたり。そうなんですよね、なんかそれがあってなんとなくずっと伸ばしてきたんですが、へー、がっつりやらせていただきました。はい、そうですか、うん、でも洗うのとかも乾かすとかはもうものすごい楽に なって、うん、うん、よかったですね。ありがとうございます。はい、本当、いや私も去年の夏に約20センチぐらい、うん、切ったよね、横ちゃんね、すごい切って、うん、伸びてやっとこれぐらい、うん、でも可愛いです。今私のが長い、ま、長いね、ね、うん、また伸ばす方向でいるの。伸ばします、今伸ばして夏にまた切ります。あ、そういう感じ、はい、1年
年に1回昨日のあのね、お友達で夏は伸ばして、うん、縛っちゃいたいからって方がいた。で冬になると、うん、あのハイネック、うん、とっくりとっくりのセーターそうハイネックのセーターとか着ると、はい、ショートの方が可愛いから冬は短くして夏は伸ばしますっていう方もいらっしゃる。そうか、うんうん、そうですね、うん、それでね、あのちょっと切ったので、はい、それの宣材写真を撮ろうと思って一昨日、うん、あの、うん、撮っていただいたんです。横ちゃん家の方まで行き横ちゃん家の方とはちょっと違う、はい、東武線の方ですね。東武線、そうそう、はい、で撮ってくださった方今度ゲストに来てくださる予定です。写真でまた見せてください。はい、はい、あの今日見てくださってるかも。この間ありがとうございました今度私も撮ってください、うん、近いからね。あ、近いからいいと思います。です、ね、車で行けます、うん、そうだね、はい、うん、あの素敵な方なので皆さんまた楽しみにしていてください。はい、何のお話する、どうでしょう。どうでしょうね。どうでしょうね。この間そういえば陽子ちゃん、はい、あの時に出てくださったんだ、桜木神社さんのなんか 木で掘った竜の時。あ、確かに。あれいつだった？年末じゃない？年末ですかね。そうですね。ちょっと去年の秋くらいに掘ってましたから。その後だから。なんかその掘ってるあのおじさまのお写真も出して、うん、そうですね、チェーンソーアーティストっていうんですか。あ、言った、そうそうそうだ、チェーンソーアーティスト。そう、桜木神社の大きな木が、うん、木を、うん、もうちょっと老朽化、老朽化っていうかね、枯れてしまったのを、うん、もうアートにする、アートに全部言ってくれたりアートに通訳、そうなんですよ、うん、アートにしたという。でその竜は今、はい、もう見られる、今すごいですよ。何が桜木神社に名物なの、まあ、私はしょっちゅう行ってるんですけど、うん、はい、もう参拝者の方が皆さん、おー、皆さんびっくりして、こんなのあったのって、わーって皆さんもお参りしてます私はもう知ってました。もうなんか違う、もうさ、懐かしい陽子ちゃんのこの流れがすごい懐かしく、か、うん、あ、早速出してくださってありがとうございます。これだ、あ、すごい、え、ありました、すごい、本当ありがとうございます。そうなんですよ、なんかこの完成したのは私初めて見た気がする。あ、なんか途中だったもん、だってまだこんななんか、あ、なんかゴツゴツした感じで、うん、色も来てください、はい、伺わなくてはいけません、うん、あれこれ どこ、あの奥が本殿ですかね、奥がこれは多分しょっちゅう言ってるくせに、もしかしてこう左右反転かもしれないかな、あ、違う違う、あそこが手を洗うところじゃないですかね、うんうん、手水のとこですかね、うん、そう、合ってます、合ってます、合ってるよね、だから奥が、はい、奥が本殿です。だから、ってます、鳥居入ってこうずっと行って右側にあるということですか、はい、そうです、うん、右側にもバーッとバーッとドンとね立ってますね、結構大きい、うん、大きいですよ、もう見上げる感じですねはい、はい、見上げました、じゃあ見上げさせていただこうと思います、はい、うんうん、素晴らしいね、さっきね、あの竜のお話、ね、かすみさんしてくださったけど、辰夫神社って掛川にあるんだって、掛川市、うん、うーん、初めて聞いたお名前だね、気になりますね、気に入ったね、辰夫神社、うん、こう結構竜好き、竜好きなんですよ、竜好きなんでね、はい、うん、そうですね、やっぱりなんか、私近くにある、うん、あの、蛇久保神社さんっていうところに時々行くんですけれども、うん、あ、陽子ちゃんの桜木神社さんの誓いっていうのとはちょっと違う、うん、バスに乗らないといけない、そう、でその蛇久保神社さんもやっぱり竜、うん、もう祀ってるので、うん、やっぱり雨、うん、この間なんかお天気良くなかった気がする、嘘かな、晴れてたからどっち、うん、そう、でもなんか竜で、ほら、その神社さんの奥の方に滝とかもちっちゃな滝があって、あ、で滝って山水に竜っていう字じゃない、うん、そう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 、だからなんか竜もね、そうです、あ、出た、出たぞ、はい、桜木神社に滝できたんですよ、はい、滝ができた、はい、滝っていうほど大きくはないですけど水が流れていて、うん、そのチェーンソーの竜がありますよね、はいはい、
それで手を洗うところがあって、うんはいうん、その左あのケンケンパやったの覚えてます、うんうん、覚えてる覚えてる。ケンケンパの間にこう滝みたいな、ありますよ滝みたいな、滝のようなこう水が流れていて上からでこう川が流れていて、へもっと奥の方になんかお水が、うん、汲めるじゃないの、なんかお水のとこなかった、あそれはあのケンケンパの左の方に、あのあ、ようこちゃんこうやって見て左って言ってるんだ、はい、私はこっちから見て、こっちからってなこっちから見てるからか、ね、あのそうそうそう、ケンケンパの奥っていう感じ、はい、あケンケンパの奥は水ありますね、ね、それはご神水が、ご神水、うんはい、それとは別に、また、あ、じゃあまたいろいろ新しいことを桜木神社さんはしてくださるの で、 そうなんですよ、また伺わないとですね、毎回ね、違うんですよ、そうですね、うん、ぜひぜひ、うん、しばらく伺ってないですね、一昨年、え本当ですか、去年ではない、去年一昨年ぐらいだと思う、一昨年の秋ぐらいだった気がするんです、うんうん、なのでまた伺います、はい、ホワイト餃子も食べなきゃいけないし昨日の晩御飯ホワイト餃子、あ本当冷凍しといたのが、ね、なんかどこの家庭もご存知ですか、はい、あるホワイト餃子知ってます、はい、あ知ってる、本当野高本店なんですよ、へ千葉県の、はい、そう美味しいよ ね、 ね、 あの一緒に食べたとこが本店、あれが本店です、おお本当にホワイト餃子としかない、なんかちょっとしたお漬物じゃないけど、漬物 なんかとビールぐらいしかないご飯がないんです、うん、でひたすら奥で作り続ける焼き続けるみたいなあ持ってくればよかったですね、あいいですいいです、また伺います、切らしちゃったのね常備しておく感じですかね、常備しようね、はい、うん、なるほど、はい、ホワイト餃子、ま、皆さんもあの機会があったらぜひ召し上がってください、はい、先ほどから私このお話ししてこう頭振ったりとかすると、あの今日のこうピアスちゃんが揺れるんですけれども、あのお写真で出ますでしょうか、これ届いた時に撮ったんですけれど、これ陽子ちゃんが前回出てくださった時に、うん、あのこのロボットくんのブローチを、ね、うん、プレゼントしてくださって、ね、その香里さん作ってくださった方、はい、うん、普段はどこで出店、流山柏、うん、あちこちな感じ、そうです、ね、うん、固定のお店は持ってらっしゃらないということではなく、うん、はい、あのいろんなお店に置いていたり、なるほど、あとこう受注っていうか受注生産、はい、で私のも受注していただき、うん、そのブローチのロボットくんがすごい可愛かったので、うん、あのこれをなんとかピアスにお願いしますって言って、うん、右と、このロボットくんが今日左で、この木、ね、何ですかこれ、木ですよ、木、木、あ木だ、そう、それを右にして、うん、木とこう実がなっている、そうです、グリーンの、うん、かわいい、うん、でなんか多分香里さん分かっててくださって、うん、その私が、ロボットインザガーデンっていうね、うん、あの佐野さん出てたミュージカル、うん、それのあのガーデンの感じで多分木をしてくださって、うん、やっぱり髪短くすると、あーそうですね、なんかね大きいピアスをしたく なりますね、なんとなくね、見やすいですよね、うんうんうん、そう、なんか前は髪にこう引っかかっちゃったりもするから、あんまり大きいのは本番以外しなかったんですけど、うん、なんか見えますか ね、 すごくね、あの写真だと大きく見えますが、うんうん、あのちょうどいい、なんか大きくて大変っていう大きさではないので、うん、あの使いやすく、もう届いてから何度も、あで今日は陽子ちゃんに会うから絶対してこようと思ってそしたら陽子ちゃんもね、香里さんの、そうなんですよ、私も香里さんが作った、これはあ似てますね、こう似てないですよ、実がなっている、そうですね、こういったね、うん、あのお花だね、お花です、お花だあとこれとこれがこうセットになっていて、うん、同じ、私もイヤリングをしてきました、そう、でもなんかね、かあの片方しかないイヤリング、そうなんですよ、落としたんじゃないの、ヨコちゃんどうかあーいいことで、なんかで片方だけ、もともと片方だけって信じようとしてるんじゃない、はい、あどうだったっけどうだったっけ、どうだったっけ、でもね、うん、これは片方だったと思いました、
でさっきそれを指摘したら、はい、うん、そういうのが流行ってるとか言って、どこで流行ってるのかしら。ありますよね、片方だけのイヤリングね。ほら考えちゃってるじゃないですかそう、はい、香里さんに作っていただ、こっちだけ見せればそうだね、はい、うん、作っていただきました。可愛いですよね、センスがいいんですよね。そうなの、あのこうやってね、あの、はい、今見ていただいて分かるように、うん、こう葉っぱをね、なんかそうつけてくれて、あとこの台紙とかも、なんかもうね、可愛いから捨てられないんですよ。でこの箱をね、蓋をこうやって閉めると、はい、あの葉っぱのもうちょっと大きいのがこうなんか可愛いマスキングテープでピッて留めてあって、すごい可愛くて、うん、なんだろう、同じ人間なのにセンスってどうやって生まれるんでしょうね。本当、ああいうのできないよね、私たちね、はい、わかんないですね。っていうかさ、なんか何もないところから、うん、ものを作る人って私すごく尊敬するんですよ、うん、お料理もそうだし、うん、あとこう美術の作品とかもこういうアクセサリーもそうだし、うん、絵とか描けるんじゃないですか。絵描けないよ。絵描けない。描けない。そう。でほら普段やってる音楽って、うん、なんか出来合いのものをやらせて出来合いのものをやらせていただいてるじゃない。再現しましょうみたいな楽譜を。そうですね、うん、そういうことを生業にしているので、だからこういうゼロのとこが、だから作曲家だったりとか、そのゼロのとこから作り上げる人ってすごいなと思います。そうですね、うん、やっぱ才能ですよね。なんで、いや本当私も絵も描けないし何もできないですね。ちゃんが絵を描いたのは見たことないかな。本当にない。あの下手、絵の下手な芸人さんの、うん、ありますよね。あれ笑えない、私も笑えない。もうなんかドラえもんとかほら見ないで描くとおかしいことになるみたいな感じ、ね、変な生き物になっちゃいますねはい、うん、今日これあるから何か、あ何何ですか。いやここに今日はピアニカを持参してくださって、はい、何歌うの？リクエストとかもしリクエストあったら何か。シャコに久子さんは何でも歌ってくれます。そんなことないですけど、はい、何か久しぶりに歌いますので、ね、何かリクエストあったらお受けしますよ、はい、皆さん。わー、やったー。もうあれですね、うん、花水木の季節、桜は終わってしまったっていうか、花水木、うちの近所のはもう終わりました。花水木、うん、早かった。早いですね、うん、うちの方はまだだ。早い、早かった。じゃあ桜より前に咲いて、花水木ですか、それって拳とかじゃないですか花水木だと信じていたんですが、わ、うん、からない。じゃあこれから咲くのかもしれない。歌詞もね、5月のことっていうけど、うんうん、今年早いのねって言ってたけど違ったのかしら。じゃあどうでしょう、わかんない、わかんない、わかんないそう、桜もね、桜もね、でも今年は長く楽しめて、うんうん、桜木神社さんはすごかった、はい、まだ咲いてますよ。あ、まだ咲いてる。でもほら桜木神社さん一年中、そう、一年中なんとか桜っていうのが見られるからね、はい、うんうん、緑の桜って、御意向桜って言うんでしたっけ、あれが今すごい咲いてます。あ、そういうのがあります。緑、どういう緑、花が緑、黄緑っていうか、うん、なんか淡いグリーンで、はい、綺麗なんですよ。私その時期に行ったことがないんだろうな、きっと。で形は桜なのっていうか、桜ですね。御意向、御意、あ、ごめんなさい、これ多分違うよ、ちゃんと言わないと多分違う。あ、これ御意向桜。ああ、それそれ、かわいい。黄色って書くんですよね。あ、黄色い衣の桜、甲がちょっとわかんない。宿題です、これは。桜木神社入って、うん、左側にお手洗いがあります。あります、はい。その手前に終わってます。じゃあ売店の、はい、こっちの方、こっちの方皆さん、桜木神社、野田の桜木神社さんいらしてください。そうしないと、この、はい、私たち2人のこっちの方とか奥とかそういうのが、そうですね、分かっていただけないので、北とか南が分かんないですね。そう、分かんない、全然分かんない、うん、
今日は北風だからとか言われても、はい、北はどっちですか。ね。でなんか道も、うん、ああ今日黄が黄色だ。すみません。そうだ、あのお今日がね、あの、お丁寧なあの、お見舞いとかの、あ、ね、そう、出していただいた方が。そうだそうだ、黒と黄色。御一行桜。うーん、へー、初めは黄緑でだんだん黄色くなって、そうなんだ。で中心部が赤くなってくるのです。でさっきね見せていただいたお写真、そうそう、可愛いね。ですね。おお、へえ、本当だ。今これが見られる。あの駐車場ってわか、駐車場わかります。あの大鳥居のわかります、はい、手前の左の駐車場の一番奥にあって、へ、そこが何日か前に見に行ったらすごい咲いてて、うん、そうなんだ。のあの本殿の方の、うん、そこはねまだ咲いてないか、今日今咲いてるかもしれないですね。そこはまだ北山さんにご連絡して聞いてみないとわからないです ね、 ですね、宮司さんのね、はい、うん、なるほど、御一行桜、御一行桜、ね、はい、勉強になりました。はい、いろんなね、桜、あ、じゃあ桜、なんか桜の曲でも、何ちょっと待って、歌詞わからないのはやめて。デュエットしたんです、本当で、その時下のパートをやったので、今それが鳴ってくださってるのを聞きながら上に乗せるのがちょっと大変だった。そっか、下をやったんですか。下をやったんですよ。そう、でもちゃんとそれを、うん、鳴らしてくださってたので、その上に乗っかればいいなと思って、あの音を重ねさせていただきました、ね、ありがとうございます。何でも歌ってくれてとんでもないです。急に、はい、はい、どうします。花、これは花、花、花ですね。す、うん、滝蓮太郎先生、先生の花、ね、さっきね滝の話が出たから、あ、いいんじゃない、ね、滝蓮太郎先生、うん、はい、いや、あのこの、さよならマエストロね、陽子ちゃんもすごい見てたっておっしゃって、西島さんの、ね、西島さんので、この間、うん、そのさよならマエストロの演奏会、うん、うまく言えないんだけどね、陽子ちゃん土曜日だったからいらっしゃれないって言って先週行ってきたんです、うん、それ で、 で、すごい良かった。で、あの、西島さんに指揮をあの教えた、うん、先生が、うん、有名な先生、はい、はい、先生、あ、広上先生、そう、広上先生が、指揮をなさって、うん、で、まあ、一応その東京音大の、学生さんと、先生方で編成された、まあ、特別なオーケストラで、まあ、その方たちが実際あのドラマの中で演奏されたり、あと、役者さんに楽器を教えたりしてる先生なんですよ。うん、でその時に、今何の話をしようと思ったんだろう、私。コンサートに、コンサートに行って、で、はい、何の話をしようと思った急にそうそう、で先週でね、うちの、西島さんのお宅の娘がですね、もしかしてどっちかに西島さんが来るかもしれない、うん、結果的にいらっしゃらなかったんですけど、来るかもしれないということで、昼より2回公演だったんですけど、うん、2回とも入っちゃったの。2回とも行きました。行きました。そうで、昼が舞台の真横から見る感じ、うん、でね、あの広上先生の指揮ね、すっごい分かりやすくてすっごい面白いんですよ、うん、で、ああいう風に振ってくれたら、あの楽しく演奏できるだろうなっていう指揮をなさる方、あ、
あの自分もご自身もそうそう楽しまれてる感じ。そうだからね、あの、あんなに指揮者のことをすごくよく見た演奏会は初めてかもっていうくらいです。へうん、で、2回目夜の部は最前列で、本当オタク丸出しな感じで最前列で、聞かせていただいたんですけど、そうなんですよ。でもね、あのバイオリンを弾いてくれた、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、やったー、これ歌ったことあるのかな、はい、そう、あのだから、マエストロの時に、キラキラ星を弾いたあの市長さんのお嬢さんいたでしょ、はい、うん、彼女、かわいいですね、そうそうそう、彼女と、あの、佐藤卑弥君っていうチェロのヒゲの、うん、あのお二人がゲストでいらしていて、はい、そうでも1回目はあの海くんっていうんだっけ、あの西島さんのうちの西島さんのうちじゃないけど、息子役の彼が客席にいらして、2回目はあのコンサートマスターのバイオリンの本間さんがいらしてたんですか、へ、うん、で皆さんのお花とかをすごい素敵、うん、素晴らしい の、 あのロビーにありましたけれども、へ、春よ恋歌ったことあるかないな、多分ちょっと待って歌詞検索しますからね、歌詞ここにもありますが、どうしますか、陽子ちゃんそれでも見て聞くでしょ、私見ないで大丈夫、マジか、じゃあそれ借ります、本当そうすると、あ、見えます、見えますよ、はい、大きくして大丈夫です、どっからどっから弾く、もうあのリクエストいただいたんですね、そうです、はい、ゴンママさんのリクエストでユーミンの春よ恋を初めて歌いたいと思う、これ逆さにできる、あ、できます、よし、うん、頑張る、これはキーがどうでしょうね、ユーミンさんのキーだとちょっと低いかもしれない、じゃあ、それで今全音上がったんですかね、全音、ん、今何で弾いた、どうだよね、全音ですね、うん、はい、じゃあちょっと挑戦してみる、ワンコーラスだけ歌わせていただきます、はい、どっから弾くの、ありがとうございます、じゃあ、え、でもキー変えても弾けるの、はい、素晴らしい、すがいしかようこちゃん、何をおっしゃる、はい、頼りになります、曲だけです、はい、お願いします、前奏 4小節、はい、はい、弾けるかな、ピアニカで弾いたことない、の、淡き光立つにわか雨、影の人長ね、あふれる涙のつぼみから、一つからお願いします、はい、一つ香り始める、それは空を越えて、やがて迎えに来る春よ、遠き春よ、まぶた閉じればそこに愛を、嬉しき君の懐かしい声、聞こえがする、ごめんなさい、ありがとうございます、ありがとうございます、そう、この曲ね、あの、うん、春に歌うのにいい曲だなと思いながら、なんかねちょっと遠ざけてきた曲だったから来年の春に向けて練習するから、ゴンママさん待っててくださいな、来年の春これ、はい、ご披露できるように覚えておいてください、はい、ありがとうございます、聞きたかったんで、音取りながらやっちゃった、ありがとうございます、リクエストありがとうございます、ドキドキする、ユーミンとかはどうですか、
聞いてました？ユーミン、いや聞いてましたよ、うん、ユーミンすごい聞いてました、ね、佐野さんがすごい好きなの。あーユーミン、それで私は、うん、まあ兄の影響もあり、はい、うん、とまあちょっとは聞いてたんだけれども、うん、で佐野さんとお付き合い始めたらユーミンずっとお部屋でかかってるから結構、ああえこれうこういう曲もあるんだって思って知った曲とかもありました。うん、うんうんうん、素敵な曲いっぱいあるもんね。ありますね。あとユーミンって、うん、ほらあの、他の人に楽曲提供してる曲とかもあるじゃない。そう、聖子ちゃんとか、聖子ちゃんとかね、うん、クレタカルホさんの名前で提供なさってるのかとかもあるから、うん、もう何曲ぐらい持ってらっしゃるんでしょうかね。すごい素敵な曲いっぱい、ね、いっぱいある。中央フリーウェイとか、うん、あ歌おうかな。あ本当ラララララララ、それは譜面はないよね。ちょっとお待ちください。ちょっとお待ちください。これはね、コードがめちゃめちゃ難しいんですよ。じゃあちょっと陽子ちゃんに頑張っていただきます。中央フリーウェイ。中央フリーウェイ。あるかな。ちょっと待ってね。うん、これは入ってないですね。すごい生放送って感じする。こんなスリルがあるとは。中央フリーウェイ。ちょっと練習を。ラララララララ。これでいいですか？大丈夫と思います。あ、ネットに接続できませんとか言われた。なんか繋がらなくなった。あ、本当ですか？あれ知らない、海を見ていた子が。知ってる知ってる、それこの間ちょっと私ピアノで、待って、私が今頭の中でやったのは卒業写真だった。ああ卒業写真、海を見ていた午後、あの横浜が横浜山手ドルフィン、ドルフィンそれドルフィンっていうレストランがあるんですよ。今もある、ね、ありますね、うん、それちょっと行きたいなと、うん、なるほど、先週から思ってます。じゃあ今度ご案内します。本当ですか。ごままさん横浜の人だから、じゃあそれを歌おうか。そうなんですか。じゃあぜひ、あれ海、私なんて海を見ていた午後、あ海を見ていた午後、あったありました。これ大好きです、この曲。だだだだ、これこそねちょっと低いんですよね、うん、何でもいいよ、うん、本当、うん、このままじゃいいよこれでも本当、うん、じゃあ前奏読んで、はい前奏読んで、この間弾いたから覚えてる、はい。あなたを思い出す、この店に来るたび、坂を登って今日も一人来てしまった。山手のドルフィンは静かなレストラン、晴れた午後には遠く三浦岬も見える。ソーダ水の中を貨物船が通る、小さな泡も恋のように消えて、ありがとうございます。素敵、懐かしい、いい歌。三浦岬、まあ、これ三浦、あの岬、岬っていう、あと山辺にこの甲の三浦岬っていう風にこの歌詞には書いてあるそうなんですけど、うん、
三浦の人だから。ああ見えたんだ。おすごい。ドルフィンのとこから。ドルフィン。へえ。見えるのかな。なんかねちょっと調べたんですよ私。この曲をね。うん、それでウィキペディアで調べたら、はい、この、ドルフィンっていうお店は根岸にあるらしくって、うん、でそこのお店に高校生だった女の子が友人に連れてこられてここに来たと。でそこのお店にかかっていた絵が気に入ってっていうか、そこのお店が好きになって、その高校生の女の子は八王子から一人で通い詰めた。で昼から夕方までずっとそこで、その女の子が、まあ、荒井由美さん、うんうん、美術大学に進学して、ほそれでこの曲を作った。でドルフィンっていうお店は今もあって、うん、そして正確に言うとその三浦岬が見える、はいで、あと10分って、はい、すいません、はい、喋っちゃって、厳密に言うと三浦岬ではなく房総半島らしいんですよ、その角度的にね。なるほど。ただまあ三浦岬も見えるんだとは思いますが、まあうん、房総半島も見えるらしいです、ね、じゃあ書き足すここに。いやいやいや、イメージなんで。へえ、でも なんでそんな調べたの。偉いね陽子ちゃん。偉いんですよ。いやなんか間違ったことを結構言っちゃう、うん、知ったかっていうか、うん、なんか、ね、こうだ確かこうでしたみたいにね。でドルフィンがねもうないって思っちゃったんですね。ドルフィンないなって、でも誰かがあるよって言ってくれて、うん、本当にあるのかなと思って調べた結果、はい、じゃあちょっと今度一緒に。ああ行きたいですね。いいですよ他に行きたいか。ドルフィンソーダっていうのがね名物らしいんですよ。じゃあその貨物船が通る。貨物船が通る、ね、素敵じゃない。素敵。この曲ね高校生わかんない、ちょっと年がバレちゃいますけど、なんかこのソーダ水の中を貨物船が通るっていう表現が、うんうん、あ結構響いて私も。わっ、おすごい、これだ、あおこれだ、これだこうやって写真撮るでしょ。撮る。絶対今もうね、そうやってこうやって写真撮ってる陽子ちゃんのビジョンが私見えたもん今。貨物船が通るまで待ちます。ね、そうか。写真があったんだ。へー、いい曲でした。ね、ありがとうございます。うん、なんかごままさんがユーミンって言ってくださったから、そっからちょっと思わず。へー。海を見ていた午後がすごい懐かしいですね。懐かしい。中央フリーウェイも、うん、あれって本当なんですか。ほらビール工場とか。そう、ビール工場とか。いやなんかそれも諸説あった気がするけど、 でもまたちょっとそれもいい加減なことは言えないので。八王子に住んでたから。ああユーミンがね。そうですね。もともとは京都の人じゃない。え、そうなんですかね。違ったっけ。なんか極ちょっとスタジオが熱めです。もういっぱい歌っちゃったんで。そう、はい、歌うとね、はい、ありがとうございます。わがままですいません、はい、うん、いやありがとうございました、うん、そうよかった。なんかねでも今ねそれを歌いながら、さっき私はね、マエストロの何かを話したいなって思ったことがあったのに、 それが思い出せなくて。西島さんのことでしょうか。違うな多分な。まあいいや、多分そんな大したことじゃないのかもしれませんけど、でも何しろね、うん、すごいいい演奏会だった。一部と二部ってまあね、内容は内容は、まあ、一応一緒です。一応一緒で、なんか一部で結構トークの時間が、はい、うん、そのひみくんとか、あの子何ちゃんっていうのをバイオリン弾いてた子ね、そう、はい、すごい可愛い、すごい可愛い人です。で、いい、彼女の推しとかも来た、トーマ、アミちゃんだ、そう、で彼女の推しとかも来ていて、うちわにねアミって書いたやつを持ってる人、おじさまとか。あ、それでね、なんかマエストロの中にもあったけれども、うん、式のなんか、やりましたね、挑戦コーナーみたいなのがあって、
そう、それで、まあ、ちょっと私はね、そういうところに出るのはいかんと思って、でもなんかレイナにやりなよって言ったら、西島さんが来てたらやるって言ってたけど結局西島さんいらっしゃらなかった、彼女はやらなかったんですけど、その最前列に座ってた時に、横に座ってるお兄さんが、はいってもう立ち上がって手を挙げて、で彼やることになったんです。で式をする時になったら、あの化粧がつらをも持参してきたの、自分で、白い、そうそうそう、で、あのバッハみたいな、バッハはこういう感じじゃない、じゃあどっちか言うとモーツァルト先生のような、モーツァルト先生のような化粧がつらをかぶって、よーしとか言って、でなんかその奥様が、富士の出身、あ、お二人とも富士から来たのかな、 あれ富士で撮ってたじゃないですか、そう、それで、その、アミちゃんと、海くん役のなんとかくんがね、はい、あのイケメンの、うん、そう、うん、あの二人が、座ってお話をしてたバス停がのところが、なんかその、奥様の通ってた高校の なんとかっていうことを、なんかその方が、そう、地元で、そのでもね、その化粧かつらを持ってきたところが素晴らしいと思ってもう当たる気満々ですね。そう、もうあそこまでやんなきゃダメだよねっていう話をしてたんだけども、何を言おうとしてたか思い出した。そのこと、そうそう、さっき、違う違う、さっき滝蓮太郎先生って言ったじゃないですか、うん、でその時にほら、あの、ドラマの中では、モーツァルト先生とか、ロッシーニ先生とか、シューマン先生とか、西島さん言ってたしね。あれはね、広上先生、式の、広上先生の、はい、あの、普段使ってらっしゃる、その、いや、言い方なんですって。そのコンサートの時に教えてくださったの。で、広上先生も昔からそうやって、モーツァルトがとか、バッハがとか言ってたんだけれども、うん、やっぱりその先に生きた、その、偉人ね、ああいう、はい、素晴らしい作品を私たちに残してくださった偉人である先生方を呼び捨てにするのはいけないと思って、広上先生はいつの頃からかわからないけれども、ちゃんと先生をつけて呼ぶようになったんですって。でそれをあの中で、あの西島さんが役としても先生をつけるようになったっていうのを、ちょっとその演奏会の時に聞いたから、だから私たちもこれから、はい、あの先生をつけてちゃんと、だから滝蓮太郎先生もそうだし、あのちゃんと先生つけて作曲家の方をお呼びしなきゃいけないなと本当ですね、思って。確かに、だってほら、さっきあの私たち出来合いのものをっていうお話をしたけれども、うそういうちゃんと作品、いい作品が残っているおかげで、オペラの曲とかもそうだし、私たち歌わせていただけるということなので、そうですね、うん、昨日からね、あの大学の授業も始まったんですけど、うん、ちょっと私もこれから生徒たちに、うん、あの先生をつけて呼ぶように、うん、作曲家の方たちをね、うん、ちょっとそうしようか。そうなんですね。なんかあのドラマでね、うん、西島さんが先生とおっしゃっていたのが、うん、なんかちょっと新鮮っていうか、うん、なんでだろうって、まあ台本にね書いてあるのかなと思って、まあ、彼のキャラなのかなって思ったじゃないですか。ね、そうそうそう、広上先生、そうそう、広上先生がここ何年かそういう風に使ってらっしゃるんですって。本当にそうやって読んでって。うんうんうん、で次はあの、メンデルスゾーン先生のって言ってちゃんとあのご紹介してくれた。その日も。その日も。絶対呼び捨てになんかもうしなさらないです。本当どうしよう。そう。呼び捨ててた。呼び捨ててたよね。呼び捨ててた。バッハのね、なんとかがって言ってたけど、これからは。バッハ先生って呼んでください。そうですね、まあ、うん、それはあ、なんか今いいお話を、うん、よかった、聞いた。そう、はい、でもすごくいい演奏会だったし、なんかもっとあの本当は、本編っていうか、あの、うん、ドラマの中では、オープニングの時に使われてるかな、カティーンってこの頃、隅野隼人くんっていうピアニストが、うん、カティーンって、まあ、ちょっと愛称ニックネームなんだろう、うん、呼び名、うん、そうで、カティーンが、ピアノのソロの部分をあれ弾いてるんですけれども、うん、ちょっとだから彼の生のピアノであの曲を聴きたいなと思ったりしています。うん、うん、いいドラマだったよね。よかったですね。なんかね、あのあれ本当に、うん、もう佐野さん毎回号泣なんですよ。あこれやっぱり父と娘のっていうところもあるんだと思うんだけど、やっぱりなんかあれを見て、うん、そうそう、これね、マエストロ、うん、で、なんかあれを見て、あのなんか音楽を、うん、なんかその仕事というか、うん、なんかこうやってきてよかったなって、それを選んで私はよかったなってすごく思えたドラマだったので、うん、ぜひぜひまた続編を期待してる。そうですね、うん、ね、いいお話でした。いいお話でした。はい、なんかオーケストラって私あんまり
馴染みが私たちって ね、あんまりそうそうオーケストラって、まあ参加することがあんまりない、まあまあピアニストは特にですよね、からなんか羨ましいなって思って見てました、うん、ああやってみんなでそのね音を重ねていくっていう部分ですよね、うんはい、ねうん、あの私アップルミュージックでね、あの、うん、さよならマエストロ の、あのサントラを全部落としてあって、うん、あのあれで起きてるのさよならマエストロのテーマで起きてるんですよ本当、うん、そう、あと1分になっちゃったんですけど、なんか、はい、うん、まあ、とにかく、あの、まあ、とにかくえと5月12日の、石川陽子ちゃんと陽子ちゃんにピアノを弾いていただき、歌は吉岡さことちゃん と、花岡久子でお送りする、3人のバースデーのライブ、はい、ありがとうございます。いえいえ、いえこちらこそです、はい、5月12日汐留ブルいつもの汐留ブルームードさんで、12時スタートとなっております。でチケット6500円いただくんですけれども、自由席で前菜とワンドリンクついておりまして、あんまりまだ曲が決めましょう。そうですね、今週もちょっとボンボンさんで金曜日ちょっとサコトとやるので、うん、まあ、それが終わったら本腰入れてあの取り掛かりますが、はい、あの石津くんもねどんな歌を歌ってくれるかすごい楽しみだし、まあ、ちょっとデュエットしたりとか、みんなで歌うような曲もなんか入れたりとかしながら、まあ、楽しく、はい、まあ、ちょっとこんなおちゃらけてますけれども、はい、あのフライヤーはでも毎度言いますがあの歌は格調高く歌わせていただきたいと思いますので、はい、あの陽子ちゃんがこうやってチケットのお申し込み出演者までと言ってくれてるのであの、はい、誰にでもいいです、あの連絡してくださればと思います。配信チケットもございますので、そちらもどうぞ、はい、あのご覧くださいな感じかな、はい、うん、またじゃあ今年中ぐらいにはまた1回か2回ぐらい3回でもいいです、はい、遊びにいらしてください。はい、ま、お声待ってます。はい、お声かけて、はい、それでは、皆様、またお目にかかります。はい、もう、あ、もう指のこれが出ちゃったはい、今日はあのありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、お体ご自愛くださいませ。ありがとうございます。